ティム・クライン・ディーンスとは、ドイツザク選手バトムスカウ出身のサッカー選手。1、FC ハイデンハイム所属。ポジションは FW。エネルギー・コットブスの下部組織出身で、2013年にトップチームに昇格した。同年12月14日にに、ブンデスリーガに所属するトップチームの試合で、アミンア・ファンに代わって投入されて初出場を記録した。 2015年5月20日に、翌シーズンから SC フライブルクに移籍することが発表された。2016から17シーズンは1、FC、ハイデンハイムに期限付き移籍した。2019年9月2日にハイデンハイムに完全移籍で再加入した。2020年7月30日にカーヘントに完全移籍。移籍金は明らかになっていないが、 推定350万ユーロとされている。2020から21シーズンのリーグ前半戦で15試合出場1得点に止まり、2021年1月30日にシーズン終了までのローンでハイデンハイムに復帰した。ブンデス2部で15試合11得点を記録し、2021から22シーズンより4年契約で完全移籍に移行した。 U-20 サッカードイツ代表として 2015FIFA U-20 ワールドカップに出場した。ありがとうございます。